お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？初めて肉じゃがを食べた外国人の反応をお送りします。高圧的な外国人女性に肉じゃがを食べさせた結果。私は40代の主婦です。これは昔の話なんですが、旦那が突然会社の上司夫婦を家に連れてきたことがありました。急なことで私はびっくりして、旦那にちょっと、そういうことは前もって言っておいてよ。料理の準備とかいろいろあるんだから。と怒ったのですが、旦那は、あ、すまんの一言。すまんじゃねえよ。なんならお前が作れ。と言いたかったところですが、会社のお偉いさんの手前、ぐっと我慢。しかし、夕食は、簡単な肉じゃがしか用意しておらず、お客さんに出せるようなものではなかったので、手前を取ろうと提案しました。ここで、旦那の上司である A さんには、ありがとうございますと了承していただいたんですが、その奥さんは、結構厄介な方で、あら、せっかくだから、日本の家庭料理も食べてみたいわ。さっきから、何か、いい匂いがするんだけど、これは何？とのこと。そう、何を隠そう。A さんの奥さんは、ハンガリー出身のセレブ嬢。A さんが、ハンガリー勤務の時に出会い、結婚。そして、転勤によって来日したばかりだったのです。このわがままセレブは、まだ、日本の家庭料理をあまり食べていないらしく、来日して以降も、リッチな洋食ばかり食べていたのだとか。住む世界が違いすぎて、果たして、この金髪わがままセレブを満足させられるのか。ハラハラする私をよそに、金髪外国人にデレデレしている旦那。奴は、後で、しばくとして、さすがに手抜き肉じゃがを食べさせるわけにはいかないと思った私は、いや、私なんかの料理よりもちゃんとした出前の料理の方が、お口に合うと思いますよ、と、さりげなく彼女に提案。しかし、いいのよ。私の国、ハンガリーほどのクオリティは求めてないわ。ただ、日本の家庭料理を味わってみるのも面白いと思っただけだから、みたいなことを言ってきた。くっ。このわがままセレブめ。A さんは、嫁がすみませんと謝ってくれたのですが、もうどうなってもいいや、とやけくそになった私は肉じゃがを出しました。初めて肉じゃがを見たセレブは、へえ、珍妙な見た目ね。このスライムの紐みたいなのは何？食べ物なの？と聞いてきました。それは、糸こんにゃくといって、日本のヘルシー食材です。食べられるので安心してください。わかったわ。じゃあ、いただきます。みたいなことを言って、初めて肉じゃがを食すセレブ。すると、何これ？美味しい。なんで？美味しい。我が家のコスパ優先料理に大はしゃぎするハンガリーのお嬢様。じゃがいも柔らかい。味も濃くて好き。だそうで、想像以上に気に入ってくれたようで、あげく自分でも作れるようになりたい。とか言い出しました。そして、後日談。私はセレブと打ち解け、肉じゃがをはじめ、唐揚げやコロッケなど、いろいろな料理を教えるようになりました。彼女はというと、当時の高慢な態度は、どこへやら、私を、先生、と言って慕ってくれるようになりました。旦那の上司の奥さんなんですけどね。大学で仲良くなったカナダ人の話。夏休み、彼は、カナダに帰国していて、その時のメールのやり取りを紹介する。夏休み一週間目。やっぱり、自分の国が一番だ。自分の家楽しい。そうか、満喫しておいで。10日目。最近、ちょっとだけ日本が恋しいな。友達に会いたい。みんな元気？みんな元気だよ。カナダのお土産話、楽しみにしているよ。2週間目。豆腐が食べたい。刺身が食べたい。いつか、君のお母さんが作ってくれた肉じゃがが食べたい。
うちのお母さんに言っとくよ。夏休み明けたらまたうちにおいで。3週間目。もう我慢できないから日本に帰る。肉じゃがよろしく。夏休みいっぱいカナダじゃなかったの。つか日本に帰るってあんたの祖国カナダだろ。彼はこのメールの後、本当にすぐ戻ってきた。豆腐と刺身と肉じゃがを用意してうちに招いたら、ガツガツ食いながら、僕は生まれはカナダだけど、僕の心は日本にある。誰かに祖国を聞かれたら、日本とカナダだって言うね。祖国が一つじゃなきゃいけないなんて誰も決めてないし、ただいま日本、と熱弁していた。ドイツで、どうしても肉じゃがが食べたくなった日本人女性。ドイツに2年留学していた友達、アキコの話。向こうで日本食を作ろうとすると、一番困るのが日本酒らしい。醤油や味噌は手に入るし、米もうまいとは言えないが売ってる。ところが、日本酒に関しては、飲む人がいないみたいで需要がないため、流通量が少なく近所の店にはない。たまに大きいスーパーで見つけてもバカ高くて、日本のドラッグストアの酒コーナーで売ってそうな安い4合瓶がそこでは数千円。日本酒が手に入らないとなると、当然料理酒やみりんなんてものも手に入らない。照り焼きソースは売っているらしいが、どうしても肉じゃがが食べたくなった彼女は意を決して超高級日本酒を購入。さすがに白滝は省いたものの、材料のじゃがいもと玉ねぎと豚肉はいくらでもあるので、醤油と砂糖を使い完璧な肉じゃがを作り上げた。それをホストファミリーに振る舞ったところ、おお、何これうまい、と大絶賛の嵐。ドイツ人はカルテスエッセンとか言って、夜は冷たいものしか食べないのだが、その日から毎日夕食にほかほかの煮物が登場するようになった。そしてそれら数ある煮物の中でも特に人気メニューだったのが肉じゃがだったそうだ。すっかり肉じゃがを気に入ったホストファミリーは、今夜もアキコの肉じゃが食べたいよとおねだり。しかし、なんと悲しいことに、日本酒が底をつき、買い足すにも、超高級な日本酒は、そんなに頻繁に買えるものでもなく、申し訳ない気持ちで事情を説明。仕方ないねと言われるも、想像以上の落胆ぶりに彼女も困ったみたい。その数日後、外出から帰ってきたホストマザーの明らかに興奮している、アキコ、アキコ、という声がリビングに響き渡る。彼女はびっくりして、どうしたの?と急いでリビングに向かうと、ホストマザー満面の笑みで、買ってきたよ、お酒、と、どこで手に入れたのか、日本酒の一升瓶が、どんとテーブルに置かれた。そして、その次の週末に、ホストマザーが、ご近所家族が招いて、日本料理の講習会が開かれたそうだ。当日、意気揚々と、今日は、とっても素敵な日本料理、肉じゃがをみんなに教えるわ。彼女が先生のアキコよ。と、紹介されるものの、ホストマザーの親戚なので、大体が顔見知り。これが日本のお酒。これを入れると、とっても美味しいお料理ができるのよ。と、これまた張り切って説明を始めるホストマザー。米で作ったワインみたいなものですと補足する彼女に、みんなも興味津々で初めて見た、味見していい、と聞くと、彼女が答えるより先に、ホストマザーがものすごい剣幕で、ダメーと叫び、これは魔法の液体なの。飲むもんじゃないの。と、親戚たちに待ったをかけたんだ。それを聞いた彼女は、本来は飲み物だよ、と、ツッコミを入れようとしたらしいけど、あまりの剣幕に何も言えなかったらしい。肉じゃがの作り方を教えると言っても、基本的に、野菜と肉を切って炒め煮にするだけだから、ポイントの味付けもうまくいって、いつも、通りの出来上がりをみんなで試食。すかさず、どう?すごく美味しいでしょ。アキコの肉じゃがは最高なのよ。といつも通り、オーバーリアクションのホストマザーに対し、以外にもちょっと微妙だった反応に、どうしたの?気に入らないの?と聞くと、ペッパーが必要じゃない?トマトの酸味があったらいいかもね。ワインとコンソメで作ってみようかしらと、慣れない味に
今一つピンとこなかったのか、奥様方はそれぞれのオリジナルを提案してきたんだ。それを聞いたホストマザーはここぞとばかりに、違う、と、みんなの提案をバッサリ切り捨てて、お酒とソイソースで作るこの味がいいんじゃない。トマトやワインを使うなんて、肉じゃがの冒涜よ。とたじろぐ彼女の隣で熱弁してたらしい。その勢いに、すっかりかしこまってしまった奥様連中は、そうね、とても美味しかったわよ。お酒、うちにも分けてね。と、これが、日本の肉じゃがと、半ば強制的な納得に、ホストマザーも、すっかり機嫌を直したんだって。後日、その奥様の一人から声をかけられたらしいんだ。ゾフィー、ホストマザーの名前は、本当に日本が好きね。悪気はないんだろうけど、この間のあの熱量にはびっくりしたわ。と言われたそう。それに続いて、あなたのことも随分気に入ってるみたいよ。会うと、いつも、あなたの話が最初だもの。という言葉を聞いて、推しが強くて世話焼きなだけかと思っていたけど、それほど大事にされて、ことを、その時初めて知ったみたい。その後、ホストマザーは、煮物のエキスパートになって、周囲に広めて回ったとか。入手困難な日本酒については、ホストマザーの知り合いのレストランのオーナーが、別の日本食レストランのシェフと知り合いで、その経由で譲ってもらっていたらしい。当時は今みたいにインターネット通販とかもなく、日本から送ってもらうにも送料が高いし、結局現地で買うのと変わらなかったみたい。とにかく、煮物愛が半端ないホストマザーだったみたいけど、それと同等に、彼女のことも日本のことも本当に大好きだったみたいだね。肉じゃがといえば、日本食の定番メニューですよね。お袋の味として親しまれている肉じゃがのルーツは、実はイギリスにあります。誕生には諸説ありますが、現在では、日露戦争でバルチック艦隊を打ち破った海軍司令官、東郷平八郎に由来するという説が有力です。1870年から1878年まで、イギリスに留学経験のあった東郷は、現地で食べたビーフシチューの味が忘れられず、軍艦の料理長に命じて作らせたのだとか。しかし、その料理長は、デミグラスソースを知らず四苦八苦。牛肉、人参、玉ねぎ、じゃがいもという食材のヒントだけを頼りに作り上げたのが、砂糖と醤油で煮込んだ肉じゃがだそうです。結果、ビーフシチューとは似ても似つかぬ料理が出来上がったわけですが、いずれにしても、栄養価が高く、栄養バランスにも優れている肉じゃがは、当時陸海軍内で流行していた脚気の予防に効果があることから人気を博し、両軍に定着。その後兵役を終えた士官や水兵などが、それぞれの家庭に伝えたことで、次第に、日本中に、そのレシピが広まっていき、現在に至るようです。日本の家庭料理の代表的な存在とも言える肉じゃが。その作り方に、外国人からは、様々な反応が寄せられていました。ここで、その声の一部をご紹介します。海外の反応。カレーライスと作り方がほとんど同じだ。カレーは好きだけど、これはまだ作ったことないや。でもいつかチャレンジしてみたい。む、む、あれは私の大好きな肉じゃが。生魚ばかりだと思って日本食を避けてる家族と友達に作ってあげたい。うん、肉じゃがは誰でも好きになる味かも。前から一度食べてみたいと思ってた。だけど、本当に砂糖を入れる必要はあるの？砂糖とか塩は、なるべく料理に入れたくないんだよ。今日親が作ってくれて、家で食べたよ。豚肉じゃなくて牛肉を使ってたけど、美味しかった。ニンニクと生姜も、ちょっと入れたんだ。作り方がよくわからん。それより母国を出るとしたら、行き先は日本しかない。だから、俺を日本に連れて行ってくれ。作ってみたら、本当に美味しかった。鮭がなかったから、ビネガーを加えたワインで代用した。でも全く問題なかった。どうもありがとう。
これ簡単に作れちゃうものなの？そうなら、さっさと、日本料理の本ゴミ箱に捨ててくる。肉じゃがだけ作れればいい、ってくらい美味しそう。ウズベキスタン料理のデムラマに似てる。肉じゃがにキャベツを加えた感じなの。でも、基本的な具材はほとんど同じだよ。この前私も作ってみたけど、やらかした。でもまた作ってみるつもりだよ。諦めきれないくらいに美味しそうな料理だから。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、意外と外国人には好き嫌いが分かれる肉じゃがですが、喜んでもらえるとやっぱり嬉しいですよね。肉じゃがには疲労回復や鎮静効果もあるので、私たち日本人も積極的に食べておきたいところです。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。